今回の動画はレザークラフトで使用するハンマーの騒音レベルを調べてみました。ひしめ打ちなど内棒で穴を開ける際に発生する音はどれほどかを3種のハンマーで比較していきます。まずはこちら、金属製のハンマー。通常レザークラフトでは使用しませんが、今回比較のために使用してみます。次に木槌。一般的にレザークラフトで使用するハンマーはこちら木槌になります。最後にこちらラウンドモール。持ち手は革で包まれており、経年変化を楽しむことができます。重量もずっしりと重いです。それでは実際に穴を開けてみて騒音レベルを確認してみたいと思います。まずは金属製のハンマー、使用するのはひしめ打ちの4本目。体感だけではなく実際に何デシベルかも測ってみたいと思います。102デシベルでした。次に木槌で試してみます。107デシベルでした。最後にラウンドモールを試してみたいと思います。104デシベルでした。今回騒音レベルを試してみて分かったこと、多少の違いはありますが誤差のレベルであること、やはり内棒は金属ですので打刻する際にかなりの大きな音が出てしまいます。マンションやアパートで作業する方は特に問題点かもしれません。やはり大きな音を出せない環境であればひし切りを使った作品作りが向いていると思います。